ホーレスライスは、オーストラリアシドニー出身の男子テニス選手。ホーリーライスとも呼ばれる。黎明期の全豪選手権で、1907年に第3回大会の男子シングルス優勝者になった人である。男子ダブルスでは1910年、1915年、混合ダブルスでも1923年に優勝し、全豪選手権で総計4つのタイトルを獲得した。左利きの選手。 ライスのプレイスタイルは、左腕からのスライスサーブと、フォアハンドストロークと同じラケット面で打つ、バックハンドストロークを駆使した。同じく全豪選手権の連明期にプレイしたアンソニー、ワイルディングは、ライスのことを、醜さと効果性の融合した、彼独特の風変わりなテニスに匹敵するものを見た、ことがないと描写した。彼はまた、いつも白いニッカーズの半ズボンを履き、 足には黒い長靴下を履く風貌で見分けのつく人だった。スコッチウイスキーが大好きな主号でもあり、趣味のバイオリンもオーケストラで演奏できるほどの技量を持っていたという。ライスは1894年22歳の時に初めてニューサウスウェールズ州のテニストーナメントに出場した。それから10年余りを経て1905年に第一回。 オーストラレーシアン選手権が創設された。現在の全豪オープンの原型となるトーナメントは、最初は男子シングルス、男子ダブルスの2部門で始まった。1907年にアデレードのメモリアルドライブテニスクラブで行われた第3回大会において、ホーレスライスは男子シングルス、男子ダブルスの2部門とも決勝に進み、両方の決勝でハリー・パーカーと対決した。 シングルス決勝ではライスが優勝し、ダブルス決勝ではパーカーの組が勝った。全豪選手権は長い間、毎年開催都市を回り持ちしたが、最初期はメルボルンシドニーアデレードブリスベンの他に、西オーストラリア州の州とパースやニュージーランドなどの統一で開かれたこともあった。そのため、大半の選手たちは遠征の都合をつけられる大会に出場した。ライスの場合も、 1907年から1923年までの間、総計出場回数は6度であった。シングルスでは、その後優勝から見放され、1910年、1911年、1915年の3度、準優勝に終わっている。最後は、第一次世界大戦の終戦後、1920年と1923年の2度、出場記録を残し、 50歳間近の高齢になっても、シングルス準決勝に勝ち残っていた。1913年、ホーレスライスは41歳にして、初めての海外遠征に出る。唯一の出場となったウィンブルドン選手権では、シングルス2回戦敗退に終わった。この後、男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラレーシア代表選手として、アメリカと対戦した。ライスの対戦相手は、 当時選手経歴の最盛期を迎えていた、モーリス・マクローリンとリチャード・ウィリアムズの二人だった。第一試合でライスはマクローリンに歯が立たず、オーストラレーシアは第四試合で敗退が決まる。最終第五試合で、41歳のライスは21歳のウィリアムズから第一、第二セットを練習したが、続く三セットを逆転で落とした。なお、ライスが、 唯一の出場をした1913年を最後にデビスカップではオーストラレーシアの国名がなくなり1914年からオーストラリアの国名で出場するようになった。全豪選手権は1921年まで男子シングルス、男子ダブルスの2部門が実施されていたが1922年から女子競技が増設され女子シングルス、女子ダブルス、 混合ダブルスの3部門が加えられた。ライスは1923年、第2回の混合ダブルス競技で、シルビア・ランスとペアを組んで優勝した。51歳のライスと28歳のランスは、決勝で、バート・セント・ジョンマーガレット・モールズはすぐみに2から6、6から4、6から4の逆転勝利を収めた。シングルスでは準決勝で、バート・セント・ジョンに7から9。 6から3、5から7、3から6で敗れている。この大会を最後に、ライスは全豪選手権から引退した。彼は53歳を迎える1925年までトーナメントに出場し、30年以上に及ぶ長いテニス経歴を築いたが、その後消息がわからなくなった。1950年にシドニーにて77歳で死去した。ありがとうございます。